JR 敦賀駅に来てます。ここが敦賀駅から米原駅まで特急白鷺に乗っていこうと思います。で今回乗るのが特急白鷺62号。これがね今面白いことになってるんで乗っていきます。2020年3月16日に、ダイヤ改正があって北陸新幹線金沢敦賀間が延伸開業して、特急サンダーバード白鷺、これまで大阪名古屋から金沢まで、ね、結んでたんですけど、今全部全列車が敦賀止まりになったんですよね。でこの特急白鷺62号はもともと金沢から、米原間を結ぶ特急列車だったんですね。基本的に特急白鷺は金沢から名古屋まで結ぶんですけど、途中の米原止まりっていうのもあって、でそれが今回の、ダイヤ改正で運行区間が短くなったんで、敦賀から米原間をしか走らなくなったんですね。距離にして45キロぐらいかな、めちゃくちゃ短くなったんですけど、でその中でもさらに面白いのが、この62号なんですけども、敦賀から米原間途中長浜駅に停車するタイプと、敦賀を出ると次は米原までノンストップで走るやつがあるんですよね。で今回の62号っていうのは敦賀を出ると次が米原に止まる、つまり一駅で終点の特急白鷺なんですよね。これもねなかなか面白いということで今回乗っていきます。はい、それでは早速、JR 敦賀駅の中へ入っていこうと思います。これね北陸新幹線開業の広告まだあるよ。まだね観光列車の花あかりがデビューしたらこの敦賀駅にもやってくるんで、てか敦賀駅発着かから城崎温泉までなんで、こういう広告が大々とあります。では早速敦賀駅中に入ってきたんですけれども、北陸新幹線と特急サンダーバード知らせて乗り場がちょっと別なんですよね。ここはあの JR の在来線とハピライン福井乗り場、一番乗り場が小浜線で、3、4、5、6、7番乗り場が北陸本線とハピライン福井になってます。ちょっとね乗り場が離れてこんな感じであの動く歩道というところをね通ってます。エスカレーターもありますね。北陸新幹線の敦賀駅が高架駅なんで結構高い位置にあるんですよね。さあそれじゃやってきました。ここが北陸新幹線の敦賀駅、特急サンダーバード白鷺は2024年3月16日のダイヤ改正からこの北陸新幹線の敦賀駅の下のホームから発着するようになったんですよね。これあの特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線が接続、うまく接続できるようにね、こういう風にしました。特急サンダーバード白鷺の今の位置づけが、新幹線接続特急なんで、こう、うまくやらないといけないですよね。31、32、33、34番乗り場になりました。で特急サンダーバード白鷺のね、これ分かりやすいようにあの床にラインが書いてあるんですよ。で乗り換えがスムーズ行くように、こう駅構内もかなり広くなってるんですよね。混雑してても大丈夫なように対策が取られてます。実はなんですけど敦賀駅の東口ってまだ出たことないですよね。今日は出ないんですけど次またちょっと出てみたいです。これあの外からやとね行く難易度めちゃくちゃ高いらしいんですよね。また今度行こう。切符売り場、駅構内にはあのセブンイレブンとかお土産屋があるんで買うことができます。それではそろそろホームへ向かっていきましょう。はい、それでは敦賀駅33、34番乗り場にやってきました。ここはね北陸新幹線の下にホームがあって、今は現在特急サンダーバード白鷺はこのホームから発着するようになってます。ちょうど特急サンダーバード40号の大阪行きが出発よね。これちょっと見ていこうと思います。てか乗るやつも来てるんですよね。そこなんですけど、東京白鷺62号の米原行きね、これ特急券こんな感じで1490円になってます。この敦賀から大阪、名古屋とね
それぞれ行くことができます。まあ、特急サンダーバードは基本的に大阪行きしかないですね。今日3連休の中日なんで結構乗ってるね。やっぱ大阪と北陸の需要はありますね。はい、じゃあ19時10分発の特急しらさぎ62号米原駅、車両が JR 西日本の6パー1系ですね。特急しらさぎは基本的に6パー1系になってます。もうだいぶボロボロっすね、6パー1系も年季が入ってて。これ見てくださいよ、車体側面。 JR 西日本のウエストジャパンのマークがもうだいぶかすれてるけど、列車6両編成ですね。いやでもね、6パー1系好きなんで全然いいっすよ。白鷺米原駅になってます。一応ね、一駅で終点なんですけど、グリーン席もあるんですよね。ダイヤ改正後は特急サンダーバード白鷺も全車指定席になりました。特急白鷺6パー1系、敦賀寄りの顔はこんな感じになってます。6パー1系ね、やっぱ顔がいいっすわ、好きです。非貫通顔っすね。下の方めっちゃ汚れてるけど、まあ、それだけ頑張って走ってるってことですよね。ちなみにこの最後尾がグリーン車なんですけど、乗ってる人さすがにいないよね。だって一駅で終点やもん。乗ってたらなかなかリッチよ。まあこの米原行きの特急しらさぎの乗車率っていうのがどれぐらいなんか結構気になるところ。今まだあんまり乗ってないんですけど、北陸新幹線が敦賀駅到着したら、まあ、列車接続で乗客バーって乗ってくると思うん で逆に米原止まりなんですけど、米原で東海道新幹線にもこれ接続してるんで、まあ、意外に需要ありそうなんですけどね。どんな感じなんか、まあ、ちょうど剣がこの敦賀駅に到着したんで乗り換えの乗客が乗ってくると思うんですけど、まあ、ちょうど北陸新幹線から乗り換えの乗客が特急サンダーバード白鷺とね、それぞれ乗り込んでってます。まあ、どれぐらい乗るかねちょっと気になるんけど、時間帯19時ですからね。やっぱりサンダーバードの方がね多いですね、乗り込んでる乗客。19時10分、列車敦賀駅を出発していきます。向かい側の特急サンダーバードより先にこっちが出発です。来ましたが、次は終点の米原ですね。なかなか面白いわ。一駅で終点の特急列車、所要時間もだいたい約30分ちょっとなんでね、あっという間ですよ。
まあこの距離ならねなくても大丈夫かなという感じですね。ご通話際は接近点を願います。もう夜はなんでね、真っ暗なんで景色はあんまり楽しめないんですけど、地味にダイヤ改正後、北陸新幹線新開業後初の特急しらさぎなんで楽しんでいきたいと思います。6倍式の座席はこんな感じで、まあ、だいぶね電気入って古いんですけど個人的に好きなんですよね。アイニューテーブル、こっちもかなり傷が入ってるけど、で小物入れ、ここにも小さいミニテーブルがついてます。でこれカーテンですね。乗車率はまあまあですね、そんなめちゃくちゃ混んでるわけじゃない。編成数も6両編成なんで、でこれコンセントはついてないですよね。車内の照明は結構暖色系の色ですね。あとここにフックついてます。なかなかね、一駅で終点っていうのもやっぱり特急しらさぎ62号の面白いところですよね。一応ね、この特急サンダーバードしらさぎが着する31番から34番乗り場のところの鶴ヶ駅の駅病に次が新引き台になってるんですけど、止まらないですよね、どっちも。だから表記する意味があるんかは謎なんですよね。でこの鶴ヶ新引き台から今走ってるところは初原ループ線っていうね、まあループ線があるんで、暗くて全然わかんないですけどね、通ってます。列車今新引き台を通過してます。6番1系2号車と3号車のデッキ部分こんな感じになってます。洗面台があってトイレがあります。あそこにはちゃんとゴミ箱があります。まあ、ここはね結構綺麗ですね。ちなみに2号車のお隣の1号車グリーン車なんでね、これグリーン券持ってないと入れないです。もう夜はねこの辺りは街灯もなくてほんまに真っ暗なんですよね。はい、それじゃあ列車今大見塩津駅を通過してます。特急サンダーバードはこの大見塩津から先湖西線に入っていくんですけど、特急しらさぎは北陸本線をずっと、ね、走行していきます。暗いんですけどね、今ちょうど北陸本線と湖西線が復帰してます。列車今4号を通過、一瞬でした。グリーン車とか新しい車両とか古い車両とかというよりは、あの混んでないっていうのが、ね、一番最強なんですよね。で空いてるのが、まあ、一番最高というか快適なんで、設備がどうこうより乗車率もねそんなに多くないんで、しかも3連休の中日なのにね、前も横もいないんでかなり快適に、ね、過ごせます。
列車今長浜を通過、長浜に止まるタイプの東京白鷺もあります。琵琶湖線2つ京都方面新快速網越行きは19時54分3番乗り場から、南彦根川瀬方面普通播州和光行きは19時57分2番乗り場からの発車です。東海道線新快速豊橋行きは20時5分着きましたホームの7番乗り場でお待ちください。また大井鉄道線はお乗り換えです。本日は特急しらさぎ62号にご乗車くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。はい、じゃあ19時43分終電米原に到着しました。敦賀から33分で着きましたね。しかも一駅で終電なんで、いやなかなか面白かったですね。でこの米原駅では東海道新幹線だったり、新快速とかね、そういろいろとね接続してるんで、やっぱり接続の役割が大きいね、特急列車だなと思います。やっぱりね、運行区間が短くなったのももちろんなんですけども、やっぱり一駅で終点っていうね、そのインパクトがね、面白かったですね。ほんまにノンストップ特急みたいな感じで、なかなか楽しむことができました。で、今回は、一駅で終点の特急しらさぎ62号に乗ってきたというところでした。ありがとうございました。